我々が向かうのは無人です。と言っても、温泉に入るのではなく、お土産を買うために立ち寄ります。では、出発。線沿いに東へ 30km ほど走れば着けそうですね。上りはシフトダウンしないときついです。湯布院まであと 11km。前方には鏡面仕上げのタンクローリー。こういうのを見るとついつい並走したくなるのでは。前を走っている G トラッカー乗りの S3、 映っている自分の姿を見て、きっとニヤニヤしているに違いない。立ったままでも運転できるとはなんか羨ましいです。ですね、多分行くだけのあたりだと思います。行く院にそろそろ着くかなというところで、いきなり本気モードで走り出す先頭の S3。 追いつけないよー。さて、湯布院付近に到着したのですが、なぜか川沿いの細い道に入っていく S3。道がわからないので、ひたすらついていきます。前方に、たくさんの人が歩いていますね。観光地らしい雰囲気になってきました。駐車場、発見。さて、バイクを貸してくれるでしょうか。 S3 の交渉術に期待です。交渉成立のようです。出やすさを考慮してバックで駐車。車2台分のスペースに、バイク7台を駐車です。でも、料金は車2台分で済みました。もうある意味、湯布院皆さん一周しましたよ。ね、そうなのですか？こういうのって、修学旅行を思い出しますね。みんなの視線にあるのは？テレビで見たことありますね。ここからは、各自でお買い物タイムです。スライドショーでご覧ください。